トランプ大統領がエルサレムをイスラエルの首都と認めたことに対してパレスチナが反発を強める中、イランの革命防衛隊、精鋭部隊の司令官は、ガザ地区の武装勢を全面的に支援する意向を示し、武力図がさらに拡大することが懸念されます。トランプ大統領がエルサレムをイスラエル首都と認めたことを受けて、イスラム、し、武力衝突に発展しています。こ、し、中、イランの革命防衛隊で特殊任務、ア・ル・コッツ部隊のソレイマニ司令は、1日夜、協力関係にあるハマスの軍、